中野です,です無限前貸しとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわち前貸しを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございますボース2024年冬クールの工藤官九郎さん脚本のドラマ、えー「不適切にも程がある」第7話の感想の1本目でございますはい、えー、見て直後ですねはい 1>,、えー、1回目見てね俺ね結構ねむずくなってきたなとは思いましたそうですか 1>, 1, 1回目むずくなかった1回で全部わかりましたおああ、 リアタイ俺結構混乱して。ああ、そうね。あああってなって。でもなんか絵柄というか、小川正輝さんのキャラの絵柄が出てきたの初めてだったから。そうそう、ね。<laughs> このキャラデザインのやつ出てくるんだとか。あれすごいよなで、そのファンタジックな感じはい,はいはい。みたいなローマの休日と重なってて、みたいなところで、おーおおってなって。うん、なんかその誤魔化されて感動しちゃったみたいな感じになって。うん、で、2回目、こう、じっくり見ていくうちに、あ、こことここも絡んでるんだ、みたいなのが結構分かってきたみたいな感じで。はいはい,はいはい。 一発のリアタイだと結構その言いたいこと多くてそのメッセージが多いじゃないですか<ー>ドラマのメッセージが多くて、うん、結構なんか難易度上がってきたなとは思いましたね。うね俺は、ねあのうん、別方向でね個人的な思い入れが強すぎてね。<laughs> エモ エモンエモン主人公で喋る一本目。やばいよ。そう、やばいって。マジで。実際このチャンネルだけだから。本当だよね。エモンサムネがエモンなの。このチャンネルだけなの。そうだよね。もうね、エモンに俺エモンのところ、いちいち泣いちゃ、泣いちゃったの。いや、わかるよ。多分これはね、わかるよ。あの、ちょっとずれた感想になるから、いやいや、いや大事だと思うよ。本当か後編にわざわざ、後半にわざわざ、 エモケンというその工藤勘さんのある意味分身を出してきたっていうのはう本当に意図的だと思うしうあの僕前から依頼されてて、うん、そのちょっとこのドラマまだどうなるか分かんないんで待ってくださいって言ってずるずる引きずってた、うん、その工藤勘九郎論の原稿が、うん、明日かなんかに多分出るんですよリリースされるんですよ6 c 字ぐらいわって書いたんですけどはい、はい、結構粘って粘った結果の。 えっと、6話の直後に書いたんで、うんうん、あの、ほぼエモンの話書いてるんですよ。<laughs> なので、めちゃくちゃずれた原稿が世に出てる可能性があるんですけど、<laughs> じゃあ我々も、なぜかエモンに執着する。いや、も <laughs> う、唯一のエモ券があ唯一え、じゃあ、もう、本当か <laughs> じゃあ、逆に1本目でエモン処理しとくか。うん じゃないと俺のこの気持ちを。気持ちを。岡田正樹一回お預けで、うんエモケ。ローマの休日、あ、でも、ローマの休日はエモキャンが言い出したやつだもんな。そう,そうそうそう。そう。それからね。<え>そう。まず、じゃあ言うと、そうね。はい。あのね、このファンタジックな、てかその、ドラマ内にある、現実っていう、こう、一層目の回があります。うん、はい。はい、で、二層目で、そのドラマ内に存在する、ドラマ内に、あの、フィクションとして存在する物語。はい。の中の話っていう、二回があるじゃないですか。はいはい。はいはい で、その1階と2階を往復したりとか、<う> 1>, 1階と2階を同じ方向に走ってる人を横から撮るみたいな、ような作り方っていうのはかなり駆動感らしいんですよ、実は。ああ、なるほど。うん、で、それを例えば時代をまたいだ物語が同時並行して進んでるみたいな、うん、例えばアマちゃんで言うと、キョンキョンが演じてるお母さんの物語は、うん、それは若い時有村かすみさんなんですけど、と、ノーネン、レナちゃんノンさんが、 やってる役っていうのが、似たような人生を歩んでるっていうのを、昔と今で走るみたいな。でもあるかと思えば、明確にもう昔話っていうか、例えばタイガードラゴンっていうと、前は落語の話っていうのを長瀬さんが演じる あの、若手の落語家が覚えるんですけど、あはははそれと同じような話が現在の原宿で起こるっていう話なんですよ。ああ、なるほど。っていう、その、二つのストーリーを被せるっていうのは、これかなり駆動感印というか、はいはい,はいはいはい。これはなんか連ドラというか、一般的なポップカルチャーに持ち込んだのって、僕結構駆動感だなと思ってて、おお、なるほど。それで言うと、かなり駆動感らしい回だったんですよ。今までの7話分で言うと。うん、はいはい。あ、そうなんだ。うん、<は>相当ね。ははで、はいはい、それはローマの休日と、 えっと、その身分差があるローマの休日に対して、うん、まあ年齢差と思いきや、その時代差があるっていうか、うん、そのまあ二度とは出会えない二人の、えーまあ、一夜にも満たない恋ですよね。はい。っていうのを被せるっていうのは、これ本当にクドカンらしいというか、はい。これ誰が書いたでしょう、はいって当てられても、ほとんどの人がクドカンって答えられる回なんですよ、これ。うん、<laughs> そうなんだそう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 。ああ、素晴らしいね。っていう意味で言うと、れこれまでの第6話分と切り離して、クドカンファンが、 かなりピュアにくどかーんって感じでくどかんを浴びてるようななるほどすごいストレートにくどかんらしさを重要できる回だったなと思っていてあまあ確かにあの、うん、独立してる感じもあったなそうなんか一個の小話としてのクオリティがパーンって決まったっていう感じですねうん、うん、そうねあの、うん、すんんごい長編ドラマのなんか、うんうん 18話くらいに、ポンってあった、もう。ああ、全50話の、そう、全話の神回みたいな。そう,そうそうそう、そうそうそうそ感ほ本当にそれは言えてて、うん、その、これまでの順子の説明とかが、例えば序盤にキュッて誰かの台詞で入ってたとして、うん、で、いきなりこれ見始めても大丈夫じゃないですか。あ、そう,そうそう、そんな感じ、そんな感じ。で、それは今回岡田将生さ,さんが言ってる台詞でも現れてるんですよね。いやそうだよね。そう。 途中の第6話か7話かなんかを見て、すごい好きな回があったら、それは私にとって好きなドラマですって言ってて、それが成立する回なんですよ。まさにそうだった。うん、そうだよね。うん、で、それって全話見ないと本当に評価できないのかっていう問題にまあ向き合おうとしてるエモケン。うん、自身の悩みでもあるし、うん、工藤館さんがみんなに本当にそうなのって提起したいような悩みでもあるんだけど、うん、このドラマメッセージとして、どっちでもないんですよね。 伏線がめっちゃ大事かその回収しなきゃダメですかっていう、えー、サブタイトルですけれども、うん、それのどっちかっていうメッセージは実はこのドラマの中では出てないんですよね回収した方がいいっていうようにも見えるしいや回収しなくてもその1話だけの一瞬のきらめきっていうのがその純子の人生の象徴でもありますよねはいそのゴールが決まってる最終回亡くなり方が決まっている人のじゃあ人生の第7話みたいなところっていうのは、うん、最後 亡くなり方がちょっと不幸な感じの亡くなり方だって、ほぼほぼ確定してる人の人生って、うん、じゃあ第7話の部分は幸せじゃないんですかって言ったら、うん、そんなことはないっていうメッセージを送りたいドラマのはずですよね。はい,はいはいはい。っていうすごく複層的なメッセージは、うん、これはでもエモケンがいないと出てこない悩みなんですよね。そうですね。エモケン。一郎主体の物語だったら、 出てこない悩みだし、ねあそうね、なんなら一郎は今回結構会話の外というかもうもうね,ねほぼ出てきてないっていうか、うん、むしろエモなんかこうエモ犬が主人公としていてんかこうかき回す感じだしそうだ、ね、しかもなんだろう結局純子に対しても。うん 別に一切影響を与えてないんだよね、今回に至って。あのさ、ン子にさ、誰も影響を与えてないね、今回。誰も影響を与えてない。だからむしろなんかこう、サポートしたくらいのことをやってるのが、あの、その、なぎさーが、あの、本当にただ背中を押してるだけであって、キューピッドやったけど、その後はもうタッチしてないから。そうそうそう、純子はもうン子として。ね。うん。だから河合由美さんと、 岡田将生さんしかほぼ出てこなくて、あとの人たちはもう外側で勝手に動いてるけど、メインストーリーにはほぼタッチしてないっていうことで言うと、なんか本当にこうサブストーリー感があるっていうか、そのスキンフーっぽいですよね、ちょっとね。もはやね。っていう意味で、すごいエモケンの立場ってめっちゃ大事だし、エモケンが物語全体を悩んでいる感じっていうのがね、すごく真っ当で。だからさ、え、エモケン <laughs> どう、どういう感想を抱いたうん <laughs>、うん。えっとね、僕は、結構、その、二律再犯な感想があって。うん。ま、一つは、うん。だいぶサブカル的に消費されちゃう SN、SNS 受けしそうなキャラクターじゃないですか。はぁはぁはぁはー、うん、エモケンという存在が。ははははい。なんか、うちら考察税を、チクリと寄ってくるキャラクターとか、<laughs> はいはい、はい、エゴサで、うちらのツイートも、エモケン見てるのかな受ける、みたいな感じで。あーはーは,ーはーエモケンに関する、もう、 ホットでの感想ってすげえ言いやすいっていうか。はい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 。だけど、よくよく考えると、クドカンさんからしたら、エモケンのサービスとしての側面はそうだけど、うん、表面にめっちゃかかってるチョコみたいなのはそんな感じだけど、うん、中に、 入ってるそのビスケットの部分みたいなのってなんか結構苦いっすよみたいな、うん、<laughs> 感じで <laughs> ただのそのサービスのために出てきてるキャラクターではないですよっていう要素の抱えてるモヤモヤの方が本当は大きいはずのキャラクターっていうかはははははいいいいいだから前回6話の後に「モケンは結構濃いキャラよ」って僕らが言ったのは多分外れてなくて、うん。うん、<laughs> 悩みの塊で そのどんなキャラとして描くかっていう結論が出てないキャラクターだと思うんですよねだから悪味の部分でもあるしでも簡単に感想言いやすいサービスの側面も持ってるっていうのがなんかねその二方向性を持ってるのがあすごい工藤カンさんのちょっと進んでる部分っていうか昔の工藤カンさんだったらこんなに重層的なキャラは描かなかっただろうなそうなんだっていう結論が出てないキャラがあの。 エモケンのいいととこだなと俺は思うかなそうねまああの悩めっちゃ悩んでるじゃないですか最後まで悩んでるうんだけど思考停止してるふりをしておっさんですよのポーズを企画会議とかだとやるわけですよね、うん、はいはい、はい、であれもまたエモケンのサービスなわけですよはいはいはいつ、はい、みやすいおじさんっていう体にしてるサービスなわけですよ、ね、はいはいはいであれは僕らがハッシュタグでエモケンをいじれるっていうことのサービスとパラレルでだからおっさんという存在の中にあるクリエイターとかと切り離して、うん、おっさんというものの二律背反性っていうのを 結構ちゃんと描いてるな。なるほど。おっさんとしてね。そう。はそれは一郎よりもより深いキャラだと思うんだよね。はい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 。うん。どうですか脚本家としてはどうですか,だ,かだいぶ俺時間稼いだけど今。稼いだとかいう。なんだよ。何が来ると思ってんだよ。何が来るといや、<laughs> 俺の意見を踏まえて、何を言おうかなと考える執行猶予を与えたんですけど。いや、なんか考えるっていうか、あのね。うん。 俺の思う感想、はいはい、何の共感もされない可能性がある。独自感想欲しいよ、でも。なんつうのかなほら、さ、あの、やっぱ、あまりにも、うん、思い入れがありすぎるものに対して何かをされたときに、感想が客観性を失うときってあるじゃん。まあ、それはもう、もう大前提でいいよ。ね、わかりやすいのだとさ、例えばさ、うん、大島さんとかだってさ、うん もしほら、芸人がさ、出てくるさ、ドラマだの、うんうん、映画だの見たときに、抱く感想とかってさ、うん、多分普通の人とは違うだろうなって思いながら、っていうのあるでしょ、うん、ネットフリックスの火花って、うんうん、あの、100回見てる芸人か、1回も見てない芸人しかいないんですよ。うん、そう。<laughs> 俺の辺面白い。面白い、ね。<laughs> 見た芸俺の偏見よ、一人はいはいはい。もう、怖くて痛くて見てらんないから、見てないわ。はいはい。っていう人と、最高よな。前も見てる人しかいないと思ってる、俺は。いや、さ、そういうのさ、俺、俺ね、こういう作家を描くものが、特に脚本家のやつだと、 俺は、だから、無理パターンが多いのよ。まあ、そうだよな。例えばさ、あの、生田斗真くんが結構前だけどやってた、書けないっていうドラマ。あったでしょあれはね、もうね、1ミリも見れなかった。なるほどね。なんか、やってか、それこそ、気にはなるから、なんかの時に、パって見て、薄めで見るんだけど、その瞬間に行われるシーンが苦しすぎて、あ、もう無理ってなったし、あとあの、推しの子でも、 あの似たような部分があるのよ。そそそその脚本家が、原作者が揉めっちゃうみたいな、まあ一言で言っちゃうとそういうところがあるんだけど、うんうん、そこも途中であの、あまりにも苦しすぎてうもう、ちょっと、ちょっと、みたいな。そうそうそう、なんだけど、エモ系はね、どうですか俺はね、うんあの、あまりにもこう、なんというかなこう、俺はのパッとした感想をね。うん あのエモ犬の中に、えっと、ものづくりというか、ひいては、ま、ドラマづくりって言っちゃおう。はいはいドラマを作るということの、その、特に脚本家、プロデューサーとかの中枢の部分。中枢ってか、もう大元よ。ここができなきゃできないっていうところ。それは偉いって意味じゃないよ。ここがなきゃいけないって、その、最初のきらめきね。その、エモ犬次第ってなってる部分が、あの企画の中で、あまりにも大きいですね。あまりにも大きいでしょ。だから、 そこの最初のところ、うん。その、こう、火っていうのはさうん、うん、やっぱり最初に火を打って、つく、うん。で、その後、火種ね,ね。で、その後、ぼわーって燃え上がっていくんだけど、お仕事のっていうのはこの、火種がついた後、ぼわーって燃え上がっていく様っていうのを、描いた素晴らしさっていうの、のものと、その、最初のカチって言って、火がついた瞬間のきらめきっていうのの、その、 本当に些細なんだけど、でもそれがあるから、その後があるんだみたいなのって、俺は結構分けられてると思ってるの。確かに。で、分けられたものが俺は好きという、好きだし、そういうのは結構ものづくりものとして誠実だなって思ったりする。確かに割と世の中だと、うん、そのお仕事ドラマとか、うん、もう血湧き肉踊る胸熱くなるお仕事漫画とか言われるときに、うん 一緒くたになってる気がしますよね。でしょ<ー>でも、わかるすげえわかる。かる基本的にお仕事のっていうのは、現場だったり、うんうん、このボワーって燃え上がるところの人たちの、その群像なんだけど、うんうん、大元の部分っていうのはすごい孤独なわけよ。うん、そうよね。うん、その最終責任者であり、そ,<う>その、こけた時に叩かれる名前出てる人みたいなことでも言うとそうだよね。で、その辺の人はね、うん、あの、大抵、 あの、悪者になっちゃうのよ。そういう、お仕事者の中で。そうね。お仕事者の中でも、めんどくさいことプロデューサーが言ってとか。坊君みたいなそう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 。それはなんでかっていうと、やっぱちょっとあの、切り離されてるところ、切り離されてるとまでは言わないけど、ちょっとで一緒に描くのむずいのよ。その、違うから、その、同時進行で進むことってあんまないから、だから、なぜラジオの時間が名作かっていうと、はいはい、 最初の大元のきらめきと、現場のバタバタを同時進行でやってるからなの。うん、ああ、確かに。で、うん、それが別々のものだっていうことも分かるように描かれてますもんね。うん、分かるし、うん、しかもそのラジオをあの現場で脚本家がバタバタしながら作るっていうのは、実際にあることだし。うんうんうん、いや、あれ、あれマジ見てらんないんだよな。うん。でも、めちゃくちゃ怖いよね、あれ。めちゃくちゃ怖いけど、<laughs> で,でもそれが、うん、もうその、あれをお仕事ものひいては、うん、えっとその、クリエイティブもの の、中で、金字塔になってて、うん、あれを超えられるものがなかなか出てこないの俺、それがあると思ってんの。なるほどね。同時進行して、で、えっと、すっごい、すっごい長くなるな。で、例えばさ、あの、バビロンあったじゃん。バビロン。俺ね、バビロンすっごい大好きなの。うん、俺は大好きなの、ね。このチャンネルは結構皇帝派ですよね。うん、そうそう、バビロン皇帝派なの。<laughs> めっちゃ怒ってる人いるけどね。怒ってる。で、うん、俺、バビロンが、なぜあんなにも否定されるのかっていう部分で言うと、うん、あの、むしろ、中枢寄りの人たちの話だからだと思ってんの。 その、暴君側の人たちっていう、その、プロデューサーとか、その、そういう人たちのところの視点が結構強いことによって。あまあ、ブラピがね、その役だもんね。そう、ブラピもそうだしっていうのがあるじゃん。そうすると、上から下を見てるっていう雰囲気になるんだよね。確かに。だから、下の人たちがこうさ、振り回されるわけじゃん。で、平気で死んだりするじゃん。死んでるよね。で、その死んだ時に、 現場の人が視点だったら、ガーンってなったりとか、あの、それを悲劇として、どうしようどうしようっていうのになったりして共感できるんだけど、それを上から見てる人の視点で話が進むから、常になんかこう、ちょっと非常というか。そうね、上から目線の。そう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 。なんか人間の気持ち分かってないなっていうね。そうそう、そういうふうにそんな人にものづくりしてほしくないなぐらい思っちゃうところでの批判結構多かった、実際。でしょ、でしょ。で、俺は、ま、ああの、その、 そっちに寄ってるから、脚本買ってる仕事って。立場上ね。立場上。だからそれもあって、俺、バビロン素晴らしいなって思う。で、それは、あの、その、あそこで行われたこと全部肯定してるっていう意味じゃないよ。ういや、別に現場で人がだってどうでもいいしって思う人間だから、そういうこと言ってるわけじゃないからね。そんな人いない。そんな人いないよ。あれは時代だからだけど、そのなんか、視点の話っていう。だからそれがやあねっていう話でもあるしね。そうそう、あねっていう話だけど、その構造、映画っていう構造って、 きついよなーっていう話だと思うんだよね。そうそうそう。わかるわかる。そう。でも、それが、やっぱこう、視点が違うだけで、まあ、なんていうのかな。例えばこう、仮にドラえもんとかでも、その、のび太が視点になってるか、ドラえもんが視点になってるからで、やってること同じでも、多分、受ける印象全く違うはずなんだよ。なるほどね。その、のび太だったら、のび太に感情移入して見れるとかはあると思うけど、ドラえもんの目線になって、のび太の その行動とか失敗を見るっていうのだと、うん、むちゃくちゃイライラすると思うよ。そうだね、うん。でも、のび太は自分ごととして見れると、うん、あの、結構、まあ、あの、なんか、楽しく見れる。そうだね。とかはあると思うし、うねうん、こう、行われてることは全く同じだけど、視、うん、点人物、うん、あの、その、見てる人が、うん、この人の目を借りて見ればいいのねっていう人が違うことによって、受ける印象って全く違うってうことが、俺はあると思ってるうん、うん、ありますね。 そういう意味で言うと、その俺は、もうね、エモケンに入っちゃったんだよ。いや、だからいいと思うよ、それは全然。エモケンに入ると、その、俺は、こう、昨今、その、本当個人的な話よ。忘れてはならない、そのクリエイティブとは、こういう素晴らしさがあるよっていうことを、やってくれたっていうのが、になんか来ちゃったの。 やっぱそっちね。そっち。だからエモン分かるよって感じね。エモン分かるよだし、そのエモンとあとで、あのね、ファーストサマーウイカさんのプロデューサーのあの感じも、なんか、あいいというか。え、それは具体的にどんな感じえっとね、もう。結構、あの、ウイカさんの演じてるキャラは、ちょっと変質したじゃないですか、途中で。はいはいはい。すっごい、どうかと思うぐらいそのエモンにほだされたじゃないですか。ほだされたよね。でも 同時にエモ犬に前の回では何も言えなかったんだよ言えなかった言えなかったのが今回めちゃくちゃ言ってるのよ、うん、そうねそのいやあなたが書かないとっていうそうね前回はその企画会議の議論の流れを大人数の中にいるところで変えられなかったっていう感じですそねそうそ,うそ,うそれをぐっちりに来てるっていう感じですよ、ね、そうそうそうでも今回ちゃんと言ってるじゃんはははいはい、はい成長してるよね,そ,ねそう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 でその上でほだ、まあ、されてるっていう言い方もできるしでもそれなんだよ うん、そ,のそれがこう物語を作るってことなんだよっていうなるに思うのよ。ふうに思うのよ。じゃあある種の,その理屈を超えたというか、うん、なんていうのかな別に横暴さを肯定するわけじゃないけどそ<う>物語のそのそ物語っていうかなんだろうなその企画の1個目の火種を作るときには、うん、もう理屈とかを超えたがむしゃらさみたいなものが奇跡的に発生しないと。そう みんな困るよ、みたいな。みんな困るし、生まれないんだよっていう。なんかこう、エンタメの素晴らしさって言ってもいいのかなエンターテインメントね。そうね。芸術っていうよりもね、エンタメなのよ。そうね。うん、それはなんていうのかな、その、例えばじゃあ、エンタメとは違う業界でベンチャーを起業しますみたいな、うん、なった時には、うん、その日だねはまた、 ちょっと違う色の日だよって言いたいですか違うです。あ,あ、違うです。違うです <laughs> 日本語火になっちゃった。違うです,うですタ。タラちゃんになっちゃった。IT と脚本は違うです。そうなのね。それはなんでかっていうと、IT は利益を追求できるから。そっか。うん わかりやすいな。なるほど。うん、そのマネタイズが最終目標なのか、うん、そ,うその先にある何かきらめきが最終目標なのかによって、うん、最初の火種の置かし方も全然違うんだ。全然違うし、あそういういこと、ね、で、俺は、うんその、最近、エンターテインメントの主に作り手に対する世間の目線が、そっちのこう利益を追求する人たちに向ける視線と、はい 同じになっっててきてる感覚がすごく怖いのめっちゃわかるわわそのすごくね、うん、最近はこうエンタメの作る場所とかに、うん、こう健全性を求める人がすごい多いと思ってるの。そうだねそれ自体を否定してるんじゃないよ。うん、あのそのもう時間を守った方がいいとか苦しい人はとか不当に苦しい人は少ない方がいいっていうのは当然そうなんだけど、ねでしで。しかもやっぱり最近はほらあのそのそ こんなふうにこう労働時間超過しましたとかうん、うん、パワハラを受けましたって告発とかも出やすい世の中にもなってたりするしでまあ年もあの前その原作ものとかでちょっと痛ましい事件とかが本当あったりしたのもあってさあのそのこれを作ってる、うん、人たちとかへの目線の厳しさというか、うんうん、ってあると思ってるのよ。ありますよね,でね。俺それによって一つ、うんうん えっと、世の中に言えなくなったことがあって、はい、それは、あの、俺は、うん、まあ、わかった、えっと、ここ、ここから言うことについて、うん、あの、SNS でなんか言わないでね。はいはいはい。あの、この、はい、もうこ、ここでやめて。 ここで聞くのやめてください。ここから先はメンバーシップなんだけど、メンバーシップのやり方がめんどくさいので、たまたま無料になってるだけたまたま無料になってるだけだし。公害禁止です。そう。で、あの、ルール。そう。これルールとして、俺が言ったことを、その、こんなこと言ってたみたいなのとかで、なんかあの、ちょっと告発とかじゃないけど、なんか言ったりしないでっていう、これそういうルール冗談、冗談。はい、冗談と思って、あの、一つ言えなくなったことは、えっと、 めちゃくちゃ徹夜しまくって頑張って作ってるっていうことを、どこでも言えなくなった。ああ、なるほどね。それを言ったときに、別に俺も、普通に面白苦労話としていいっていうくらいの気持ちなんだけど、別にこんだけ苦労してやってんだよ、みたいなことじゃなくて、1エピソードとして、 あのみんな頑張ってるし自分も頑張ってるうん、うん、作ったりしてるし、うん、でこのなんか夜通しやってこんなことがあってみたいなこととかうん、うん、まああの一種のエピソードとしてでも言えなくなった。うん、いやすげえわかる,、うん、かるその、うん、こう俺はもうそのものづくりに、うん、を別になんか好きだし、うん、誇りを持ってやってるし、うん、で全部自分の中で。 その、こう、納得した上で、割と無茶をやってる時もある。でも、その無茶を表に出すことによって、ものすごい、あの、マイナスのイメージが、そうね。ついてしまうんじゃないかっていう恐怖。うんね、すっごいわかりますよ。だから、うん、と高野さんは、その自分の、例えばじゃあ、高野さんが、1話分1個の、うんうん、えー、じゃあ、 あれキングオージャーって30分分,、ね、30分ぐらいのやつを素晴らしい回を書くのに、うん、まあ分かんないですよ僕の目分量で、うん、その20時間で書ける時もあれば、うん、40時間かかる時もあるとするじゃないですか。で今週は20時間ぐらいで書けるの頭の中でのイメージがあったけど、うん、書き始めたら40時間かかったとするじゃないですか。あるあるある で、その時に、その死をたまたま取材とか打ち合わせとか別の仕事入れちゃってた時に、うん、寝不足が発生するなんて、別になんか誰が悪いとかじゃなくて、うん、高野さん、一週間前の高野さんすら悪くないじゃないですか、それって。しかも個人事業主だから、うん、そ,のそれは自己責任だし。そうだよね。で、それも含めたギャラを、まあ、一応了解してもらってるじゃないですか。そう,そうそう。だからそれに不満はまあないとしましょう、一旦ね。うん、ないない,、ね、ない、ない、ない。で、うん、それをでも言った場合に、うん、そんな労働環境で、 この番組は作られていたのか、そうもう見ないみたいなことになってしまったりとか、そ,<う>それをわざわざ言わないにしても、うん、誰かの心が燃やって、うん、誰か責任者ちょっと上の人とかに、うん、迷惑がかかるみたいなことがあり得るぐらい、うん、そのビジネスのルールっていうのが、クリエイティブの世界の曖昧模糊とした、自分たちでやってます、それが好きでやってますの部分も侵食しちゃってると思うっていうのは、そうそうそう。とってもよくわかって、うん、で、 そうね。それを、そう、それを、そうね。で、それを美談にするのもダメだし。うん,うん。別に美談にしたいわけではないのよ。うん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 。うんうん、だけど、うん、そうね。ただ、全くないものに、そう。今なろうとしてる感覚があるの。で、あればあるほど、うん。そう、そこがクリーンであればあるほどいいみたいな風潮もあるし。あ、そう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 。だ例えば、その、そうね。だから、その、難しいけど、その、漫画家の人が、その、こっち亀の秋元先生が、うん。 もう23週分先までストックしてそ<う>みんな定時出勤定時退社でやってましたみたいなのは 1>,、うん、1個のやり方としては、うん、もう素晴らしいって拍手したくなるものだけど全漫画家がそうじゃなきゃいけないとかそれをできることが漫画家としての才能だって話になっちゃうと、うん、えそうなんだとするともうこれからおも生まれない才能があるよってその通り思いますよね。そそのののの通り例えばその規制の行き着く先っていうのはうんうん、うん えっと、日中、8時間以内に作品を作れないものは、この職業をやってはいけないになるのよ。あ、うんうんうんはあ、いな。で、そうしたらさ、で、そ、それに向かっていってるって感覚がすごいあるの。いやー、わかるよ。その全員が全員じゃないけど、うん、しその空気を意識してるしてないが別として、うん、大きな流れとしてはどうしてもそっちに寄ってってるよね。うん、で、あとは、はい、えっと、 そうしていますという手を、本当は違うのにこちら側が取らなきゃいけないっていう、状況が、なんかひたひたと近づいてる感覚がちょっとあるの。で、それをさ、どう逆行させようとか、どうさ、食い止めようとかっていうのももう無理な感じにはなってきて、ね、もう無理なのよ。その、なんか、苦労してんだよ、<laughs> こっちだってっていうのが言いたいわけでも何でもないんだけど、<laughs> この先には、うん、なんかこう、この仕事をやってる人たちは、うん みんな、そのアルバイトをしてる人や、その定時で会社に行って定時で帰るっていう人たちと、本当同じ人たちであるというか、同じような仕事をして、同じ風に作ってるのであるっていう風に、な、認識まで広がっちゃうと、様々な問題が生まれると。そうだね。俺はそれにすごい今、怖いなって思ってるのね。まさにね。当事者として。そうだね。そういうことが、 うん、まあ一番かどうか分かんないけど、うん、このドラマの企画の時点で、うん、まあ今僕らも完璧にはこうクリーンに言語ができてないけど、うん、まあみたいなことを言いたくて作ってるドラマなんだろうなっていうのはすごい思うから。そんな気がするよね。その、なんかこう、あの、クリーンにクリーンにっていうこととか、うん、それはあの、コンプラで息苦しくなったとかいう、うん、次元ではない。そんな簡単な話じゃないし、うん、どっちがいい悪いっていう話じゃないんだけど、うんうん、でもその、 すべてをきれいにならそうとしたときに、ここ忘れちゃうと、もう全部おしまいになっちゃうよっていうところ。本当に、外側から見たらちっちゃいことじゃんっていうことでも、そうか。我慢しろよ、そうか。な、なんでさ、あの、その、8時間でできないのとか。なんで、あの、計画的にやればよかったじゃん。なのになんでギリギリまでやらないの普通にできるじゃん。みんなそうするべきじゃないサッカーそうするべきじゃないっていうことに、 なった先は、恐れは恐ろしい世界だぞっていう気がするし、これ本当、これ不適切ね。さっき予告したから、ちょっとさすがに次に行くけど、次に行く前にちょっと不適切発言をちょっと終わらせとくんだけど。いや、全然不適切じゃないと思いまね、言ってることは。その、一郎に比べりゃ、なんて、ブスとか言ってないから別に。いや、そのね、一個ね、100%クリーンな環境。 にしてクリエイティブな世界をだよ。うん、そのエンタメの世界を作る世界をクリーンにしよう、した方がいいっていう人がいる気持ちはわかるけど、うん、俺は中で働いてて、うん、えっと、みんながきっちり時間を守って仕事を終わらせようとしてる現場の話って、うん、つまらない作品をやってるとみんなが自覚してるものしか知らない。 ああ、もう諦めてるっていうか。そう。もうつまんねえなこれって思ったとき、<ー>そこにいる人たちはみんな早く帰ることを最大目標にする。<あー> <laughs> 消化試合になってね。そうそうそう。だってそっちじゃないと達成感とか得られないんだもん。いやこれは。うん すごく面白いよ。その論点としてすごい面白いし、すげえもうずっと言ってかなきゃいけないことだと思うし、この無限まやかしで言うと、新仮面ライダーのドキュメンタリーの時に我々が話した話っていうのと、まあ結構同じですね。そうね。あれで、ン野さんはもう最悪だとか、労働環境としてこれは最悪だって言うけど、いや、ごめんなさい、何がとは言わないけど、いいもの作る現場の何割かはこうですよって、俺らはどうしても言ってかなきゃいけないと思うし、そう。 それはでも外野の、それをね、その、さばく側っていうか、うん、縛る側の人たちの仕事っていうのもすごく大事なんだけど、うん、そこは永久に戦いだよねとも思うんだよね。そうそうそう、戦いだし、うん、全部がきれいに是正されることが、100の正解であるっていうのではないっていうか、うん、そ,うその、の、なんか、望まずに、うん 納得せずにそういう状況に置かれてるっていうのが問題なのであって。うん、し、まあ賃金とかはもちろん払われるべきだし。しっていう。それで病んだ人がいたらそれはケアされるべきだし。<う>っていうのはあるけれども、うん、その自分でやりたくて、目標、<う>すみません終わ、終わんないんでここだけ頑張らせてください。うん、みたいなことが、社会を不適合とされるのは、うん、やめてほしいよねって本当に思う。本当に思う。本当に思うし、うん、それを、 表だって言わずに、うん、なんかその、最初のきらめきの部分だけを、こうやってくれたって感じがあって、うんね、すごいぼんやり。え、ちょっと、次もちょっとだけ、<laughs> <え>エモケンの話でごめん。ごめん、エモケンのだって言葉。そうよ、だって、高野さんの話。<laughs> ってないもん。高野さんの話、まだエモケンのところまで行ってないもん。ああ、もうダメだ。 まあだからエモ犬が、ね、あのアナログ主義でっていうか、うん、デジタル弱者だから、うん、オワコンだみたいなことになっていたりとか、うん、伏線についてエゴさしすぎてブレてるとかっていうことで、うん、全然締め切り守んねえじゃんこいつ、うん、みたいなのがじゃ,あじゃああの人はじゃあだめ脚本家なのか。 って言うとってことですよねそうそうそれをちょっと三十分もしゃぶっゃやべえちょっと次行きましょう。はい、というわけで、えー、不適切にもほどがあるの話をたくさんしておりますので <laughs>、はい、よかったらさかって聞いてください、はい、以上、はい、大島康幸でしたでした。した続きますありがとうございました、うん、ありがとうございましたおしまいす大木です無限前かしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわち前かしを無限に貪り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます,もす、えー、不適切にもほどがあるというドラマの第七話の二本目の感想でございますはい 今ね、たまたま、x ツイッター開きながら、うんはい、あの、無限まやかしって検索して<ー>あの、自分のそのアカウントでリツイートしようと思ったんですよ。はい,は,いは,いはい。き上げた動画を。はい、はい、そして、ムッて入れたんですよ。うん。ムッチ先輩ってサジェストされてるんですけど、すごくないですか <laughs> すごいねなんか、ムラッシュゲーミングっていう言葉の次に、ムッチ先輩って出てきてて。やっぱみんなムッチ先輩が気になるんだ。大人気ですね、今ね。大人気。すごいね。本当に。どんどん、 デジも増えてるししねい、うん、いやー素晴らしいですようんかね愛せるよね、うん、なんかやっぱ磯村さんやっぱすごいんだよな、うん、1>, 1個目の時に出てきた1話の時に出てきたそのサラリーマンの方の息子の方、うんうん、正彦はやっぱあんま面白みのないキャラクターとして出てきた分むっち先輩の方のお父さんの方の そのファニーさんはいはいはい。で、今後や,やっぱ余計なことしそうな予感みたいなのが第7話でこうピークに達してるから、どんどん人気者になってますよね。いいはい、というわけで我々は、1本目で完全にエモ剣の話をするという、はい、暴挙に出まして、はい、そしてなんと高野さんはエモ剣の話にすらたどり着かないという、はい。<laughs> 知ったようや。って早く、早く喋るわ。早く喋るわ。ちょっと。で、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 でってことだよね。いや、だから具体で言うと、エモンが、たった5ページが、面白いっていうのが、俺は本当に胸を打った。ファーストサマーウイカさんがね、そうそうそう。読んでね。うん。で、あれをね、ファーストサマーウイカさんが読んで、ファーストサマーウイカさんが乗っかるってとこがいいのよ。なるほど。あれ、 あの、ともすると、うん、あれね、えっとね、イチローさんが読んで感動しちゃダメなんだよね。なるほど、うん。なんかその、ああ、確かに。そうそうそう。あ,<ー>あれは、その、プロデューサーっていう立場の人で、うん、なんならエモケンさんを切るか切らないかの決断ができる立場の人。確かに。が、あれを読んでだ、なんならもう、うん、もう、もう、あの人、はこんなのかなみたいな話をみんなでしてたわけじゃないですか。っていう中で、うん で、もう、その、今瀬戸際ですよ。うん、まあなんだったら、あの状況になったとき、うん、やっぱ、みんなが知らないだけで、うんうん、俺も聞いたことあるもん。てか、現在進行形で行われてる。うん、ギリギリになって、あの、この脚本家さんが入ってたんだけど、うん ギリギリで交番になって、別の脚本家が入ったみたいな。もう僕ですら聞いたことあります。ね、ありますよね。そうそうそう。これはもう本当にみんなの耳に届いてないだけです。だってその前に止めるからっていうことですよ。で、やり始めちゃったらもう遅いから、基本的には。っていうことがあるから、でもそんな立場の人が、これなんて面白いのって言って、乗っかる。これがなんかね、いいんだよね。 一緒にやりますあれね、あのね、絶対に勘違いしないでほしくないポイントとして、立場としては、ファーストサマーウイカさんの方が上なんです。そっかそっか。結局。年齢的にエモケンの方が上に見えちゃうけど、立場としては、エモケンさんの方が下なんだよな。そう。で、入り方も。切られるリスクがある人ですもんね。そうそう。で、入り方としても、やっぱファーストサマーウイカさんの方が、ファンでっていう頼んだみたいな雰囲気だけど、あの人もいつでも、 切ることだってできるわけっていう立場の人が乗ったっていうのがなるほどねポイントなん,だうん、うん、なのよ。かといってさ、うん、あのワーストサム・ユカさんの役がベテランプロデューサーだったとかだと、うん、あのこの意図は分かりやすいんだが、うん、でもなんかその怒るドラマの種類がちょっと変になっちゃうから、うん、やっぱりあの,その元エモ犬エモ犬が大好きでっていう人がやる。 のががが意味あああああるるるとと思思っっっててかかられれれれははで本当良たんだけどだから一回がっかりして、もう結論から言うと、合わなければよかったですみたいな。そう。幻滅しましたみたいなところを前回やってて。で、と思いきや、やっぱこの人のその人間性にがっかりしたわけですよね。そう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 。人間性としてそのオアコンシがすごい漂ってるっていうことにがっかりしたわけでで。 以下さ,さんが演じてるあの人は、うん、そのエモケンが書いたものを読んだのが、うん、そのリアルタイム、うん、その当時の SSLP とか <laughs> じゃなくて、うん、その自分が仕事として向き合ったものとしてはまだ読めてなかったわけですよねうん、うん、全然書いてくれないからだから、ね、あのあの別の部屋で、うん、いっぱい書き直したのがあってうん、うんうん これ、エモケンさんの脳内を見てるようだみたいなの言ってたけど、沿線、うん、を見てるみたいですって言ったのが、うんうん、大事なのあそこなのよ。うん、そうだね。あそこがなんで大事かっていうと、うん、そうやって試行錯誤して作るもんだから、うん、あそこで、ファーストウィカス、サマーウィーカさんはね、うん、大好きだからエモケンのことね。多分あそこにある全部を見て、うん どういう流れで今の5ページにたどり着いたかっていうのをインストールしたんだよ。ああ、これはダメ。そう。これもやってみたけど、これはダメ。そう。じゃあこれにしますっていう。そう。試行錯誤の後が見えてるから、そう。その5ページを見ただけで、そう。その意図がわかるっていうか。そう,そうそうそう。で、だから、一晩で、あれ完成させられたのよ。うん、なるほど。その辺もね、すごいね、なんかこう、 あ、誠実に描いてるなって思うし。だから一晩で一話分を完成させるっていうのは、現実的には無理だろうから、うん、そう。まあある意味そのドラマとしてのリアリティはないんだけれども、いや、ありえますあります。あ、そう。普通にやってます。マジうん、マジ。え、あんなになんもない状態からやります。あ、そうなんだ。じゃあ、あ<れ>もう、 結構リアリティある話っていう結構リアル。あ、そうなんだ。俺、そこはなんかファンタジーかなって思っちゃってたんだけど。結構あるし。それすごい説得力あるわ。っね、もっと、もっ,もっと言ってそれ。あの、そう、もだから、これを言えなくなっちゃったっていうのを前回で話したわけ。うんうんうん、まあ、確かにね、その無理な働き方はしてるもんね、うん。そうそうそう、無理な働き方ではあるじゃん。だから、<laughs> ビジネスマンとしては失格な行動してるもんね。そう,そう、だから俺、うん、ファーストサマーウイカさんが目の下真っ黒にしてるっていうのが、俺なんていうかこう、 精一杯の犯行じゃないけど、あれ、本当は今、うん、テレビ局の局員は、うん、あれは絶対にやっちゃいけないし、やっていないということになってるの。そうね。あの、これは本当にそうで、ちょっと社会問題的な話になってくるけど、うん、そのやっぱ、テレビ局の何年もか前に、うん、やっぱその事件とかあったりしたのもあって、かなりテレビ局はあの、ものすごく厳しくなって、うん、ものすごく厳しくって、 ああいうことは基本的にやってないとされてるの。うん、でも、それをやった先にあるんだっていうことを、やっぱりやってる人はいるし、るそれを、あの、それがいいよね。うん、それが素晴らしいよねって言いたいんじゃないよ。うん、でも、素晴らしいものはそういうところから生まれたりもしてるんだよっていう。そして、これを完全になくして、みんなが、 あの、夜眠ることができる状態で、うん、みんな素晴らしい傑作生まれる。それがユートピアだよね。それはユートピアかもしれないけど、うん、絶対に不可能なことだよって。っていうのを、ここでなんかこうやってくれたのがね。いやあれ、しかも、あれすごいことやってると思うの。ギリギリをついてね。うん、あの、徹夜したとは一言も言ってないじゃん。言ってないよね。うん、で、えっと、その、時間経過描写とかも入れてないから、うん、だから、本当にさ、ファーストサマウイカさんが、うん 一晩、労働基準法をぶっちぎってやってたかどうかっていうのは、わからないわけ。あの、わからないけど、でもどう見たってそうだと思うし、いや、俺がこれを言うのが野暮かもしれないが。いや、わかるよ。だからそれは現実の世界で、いやいやいや帰ってますから、とか、その、あ、いや、私が、わかんないですよ。その、プロデの人が、上の人に、え、やめてよ、問題になるから、とかって、プレッシャーかけられた時に、いや、あのね、私が、 ごめんなさい。あの、ちょっと飲んじゃって。そう。寝ちゃったんですよ。うん。とか言って。うん。そしたらエモケンさんが、その、エモケンさんが書いてたから、うん。隣の部屋で寝かしてくれちゃったんですよ。そう。あの、働いてたわけじゃないですから。そう。とかっていう無理な言い訳をしてる可能性もあって。うん、そう。それでギリギリ成立してる作品とかも絶対無数にあって。そうです。みたいなことを、この作品の中で描かないという、ボケじゃないけど、うん ぼかしじゃないけどそうぼかしてる<で>っていうことのギリギリのラインっていう意味で、ね、そうギリギリのラインだしあれを、うん、そのやっぱああやって作ってるんだよっていうのは、うん、功も罪もあるけど、うん、事実として知らせとかなきゃいけないことだと俺思ってんの知っとかなきゃ知っておいてほしいというか、うん、そこをもうクリーンナップした作品じゃないっていうね、うん、そうそうし今後も多分ああいうふうな、ん ことは続いてそのエンターテインメントの現場はそれをいいとか悪いとかって話じゃないそういうもう真実性だよねそこはねそうそうそうだからそこで嘘を描かない面白いよなっていうのが良かったなって思うんだよなんかまたそこは伝わったと思いますよドラマとか作ったことない人でも脚本っていうものにちょっとでも興味ある人とかはあ なるほどねってすごく思うと思うし。うんこのシーンやっぱ素晴らしいよね。だって世の中にはね、うん、俺もこれ聞いた話なんだけど、大丈夫かまた。うん、監督になろうと思ってたんですけど、体力に自信がないので脚本家になろうと思って <laughs>。言いたいことありそう。っていう存在がいるんですよ。<laughs> どうですかそんな人は。 え、脚本家に最も必要なのは体力だっすって <laughs>。言いたいけど。本当だよなでも、こういう、でもそういうふうに思っちゃう土壌があるってことなんだよ。で、それが多分俺はどんどん加速してると思うの。るって、しかもさ、エモケンさん、またね、あのね、やっぱね、ものづくりする人も、うん、こんなにペラペラ喋る人間そんないないんだよ。 ほうほうほう。えそれは自分のこと言ってます自分のこと言ってますよあ、そういうことね。はいはい。僕は、もう、でも、だってエモケンさんは、かっこいいじゃん。そう。だから、エモケンでさえ、エモケンみたいにその自分の、そう。武勇伝とかを語るおじさんでさえ、その本当の仕事の秘密は守ってたってことですもんね、これね。そうなんだよ。これ。だからやっぱエモケンさんかっこいいのよ。いや、このシーン俺ほんとすごいいいなと思うのはさ、その、ウイカさんとエモケンが悩んでる、 フリをしてるというか、その本当の作業を隠してる部屋ってめっちゃ綺麗じゃないですか。広々して、こんな贅沢な部屋で、頭の中で考えてるフリして、結局サボってんだろう、こいつはって思わせてる。で、それは地獄の小川っていう、そのカウンセラーとしての、その外部視点の人間がいるから、ちょっと取り繕った部屋なわけですよね。そうそう、そういうこと。で、そこに、 まさかのその一郎が探偵となって、この隣の部屋に入っていくときの、このサスペンス的な撮り方。ねそうだよね。その忍者屋敷に隠し部屋がありましたみたいな。そうそうそう。のとか、あとそのナチスから逃れるために、そのユダヤ人の人たちが隠れてる部屋を開けるときとかの感じじゃないですか。もう薄暗くてさ。あの部屋は薄暗いんだよね。ねそれでババゾノさんがすごい量のエナジードリンクとかを、そう。こうね、やってる。で、この人も隠れみのだったわけですよね、ある意味。そうな。 なんだよ。あれもいいよね。特殊設定ですよね、これもね。で、また、ババゾノさんもさ、あのキャラもね、なんかね、いろいろ想像させていいのよ。そう。いや、これも、この人間関係も俺ちょっとすげえリアリティあるなと思って。でね、で、隣でニコニコしてて普段は、でも、こう、あの、裏では自分の書いてて、ちゃんと、いや、私は書き起こしてるだけです。って言うのよ。いいよね。そう。で、その手書きのものを、 で、この手書きのものがさ、散らばってる部屋もさ、うん、そう。その服とかも散らばっててさ、そう。ちょっとさ、紙にとって、うん。起きて出てった後とかもあるわけじゃないですか。そうなのよ。<laughs> で、この、その本当は実務に携わってる、二人三脚みたいな、うん。この人もエモキャンの一部なわけですよね。そうなんですよ。なのに、その外向きには、うん、もう、あの、 女として近くにいますみたいな。そう。その空っぽ DS みたいな。うん、手を取って、うん、そのエモンというものが神話化されないように、うん、なんか価値を下げる役割をしてるっていう。価値を下げる、そう。価値を下げることで結果的に上げてんだよ。<laughs> そ,うそ,うそ,うそうそうそう。そのエモンというキャラクターを作ってるから。そうだよね。いいよね。っていうことも含めて、うんうん、ここの二人が、 まあどういう関係にあるかはわかんないですよね。うんうん、その実質的な婚姻関係にあるのか恋愛関係にあるのかっていうこととかは、うん、まあわかんないように描かれてましたよね、ドラマ内では。わかんないように描かれてるし、うん、あの、ああいう脚本家と、うん、その書き起こしがかりというか、うんうん、なんかね、ああいう存在を必要とするタイプの脚本家さんっていうのはかなりいる。リアルに。リアルにいる。うんうん、そのなんか特殊 一パターンというよりも、本当と対別して、やっぱり二種類って、もう一人で引きこもって、マジの一人でやるタイプと、高野さんは前者だよね。そうだね。俺はこっちが、意外とこっちなのよ。でも、打ち合わせで、あ、でもね、あのね、割合がある。俺、家で引きこもって八で、八でもまあ八、あの、七だな。七で、三、 おしゃべりして作るみたいなところはあるんだけど手書きで書き起こしてもらってはないですか、ね、それはないそれはないあのそれは <laughs> そのなんていうのかな例えば打ち合わせの場所でしゃべってる中でアイデアをもらったりアイデアが生まれたりして作るっていうパターンもあるんだけどあうう、ね、まあみたいなことは前回やってましたよねあそう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 みたいなこと盛り上がってなかったけどそう,そうそうそうとかはあったけどなんなら、うん 話し相手として一人いてもらって。ああ、壁打ち的な感じで、ね。そうそうそう。で、会話のラリーの中で、あ、できたって言ってなるっていう人は、やっぱ俺も本当聞いたことあるし。まあまあ、それは結構そうですよね。ね。まあ、ただなんか作品作り、うん、こういう物語作りっていうのを脚本家だけじゃなくても、うんうん、そういうタイプの人はいると思うし。そうね、芸人さんでもネタ作り担当の人が、ね、まあちょっと弟子じゃないけど、うんうん、一緒に常に まあ番組とかも含めて、ネタも含めて、一緒に会話しながらやる放送作家の人。そう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 。みたいなのがいて、みたいなのもありますもんね。好き作家って言うほどじゃないけど、みたいな人とかもいたりするし。でも、これは相当、ちょっとなんていうのかな、もっと密というか、そのババゾンさんと、えエモケン バ、ね、バゾンさんの役名ちょっと分かんねえごめんそうなんだよ隣にいて意外にキャラ多いんだよねえこの2人にしかない秘密っていうのが多分すごいいっぱいあるじゃないですかあると思うなそ,それが今回1個暴かれたわけですけど、うん、でなんかそこはなんていうのかなすごいあ,あるあるなのかは分かんないけど、うん、でもクリエイターとしてはすごいリアルだしリアルそのババゾンさんのポジションの人がいなくなっちゃったりとか別の人になった途端に エモ犬はマジで描けなくなるとかっていうこともありえるぐらいの関係性としていそうだなっていうのを僕はすごい感じましたあると思うあると思うしまあねまたあとんかそのこうんだかんだやっぱさ朝までかかってさあのもうぜ然自失となってるさエモ犬の姿とかさああいうのもいいんだよなあとんかこう面白いって言われた時にでしょ って言っちゃうところとか、いいんだよなで、あと熱いのがさ、うん、この一郎がバッってこう隠し部屋みたいなところに入ってった時に、うん、あ、バレたみたいになって、うん、で、ベッドに散らばってるさ、うん、これ言ったら多分、没案の中から、そうね。ウいかさんが選んでますよね。うん。うん、っていう、だからエモ犬の、エモ犬と若園さんの間では、ポツになったっぽいものの中から、たまたまういかさんが手に取ったものっていうのが原石だったっていう。 ことじゃ俺はね、あれは、うん、えっと、さっき言った、はい、その、えっと、変遷をたどるのが大事って言ったのは、はいはい、えっと、その、ちょっと違う意味があって、うんうん、あの、そこにヒントがあったっていうよりかは、うん、えっと、どういう工程を経て、うん、その、あそこにたどり着いたかを、うんうん、全部知っていることが大事なのよ。 その何ていうのかなえじゃあこの5枚みたいなのをパラパラパラってウイカさんが見たことの重要性っていうのは、うん、えっと5枚は完成品なわけじゃん。うんうん、でその完成品至るまでのこう道筋があの部屋の中にあった。うん、あがてあの手に取った手書きのやつ、ね。そうそうそう手書きのやつ。あれは罰だったからつまり一言で言うと。 一緒にやりましょうって言ったでしょはい、はい、一緒にやりましょうって言って一緒にやったときに、うん、ウイカいかさんが、その後、これどうですかって言って、いや、それは没にしたよ。うん。っていうことが起こると、うん、朝までじゃ書けない。なるほど。でもういかさんはあそこで、どんな没案が、 あった上で、あそこにたどり着いたかっていうのを知ることができたから、その先に行けたっていう。あそっか。だから、うん、えっと、エモケンが、一応ここまではできてるよって提出したものの、うん、その裏側が見えたから、そう,そう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 。っていうことですよね。そうそう。だから、あ、こんだけ頑張って考えてくれてて、しかもこんだけその、要は、あるなしクイズをいっぱいやってるというか、うんうん、その、無限にある道筋の中から、 やっぱ脳をいっぱい見つけてく作業なんだよああいうのって。ドクター・ストレンジみたいなね。あ、そう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 ですよねそうそうそう。だから何千万分の一をを探すっていうことで、うんうん。エンドゲームだとほぼ無理だったわけですけど。そうそうそう。なんか100くらいあるうちの、うん、もうエモケンさんは多分そのこの長い時間をかけて90つぶしていってあと10まで絞れたんだみたいなところに多分いたったんだと思う。うんうん、なるほどね。でっていうか。 ことを、あの、あそこでウイカさんが知ったるっていうことだと思うなるほど。で、その、ボツアンを見つけるときもさ、その、たまたま手に取ってるじゃないですか。あ、そうそうそう。ベッドの上で。で、これもなんかすごいドラマチックだなと思うし、で、最初は立って見てるんですよね。で、いつの間にかエモ犬が、あの、膝まずいてるんですよね。うん。ああ、みたいな感じ。そうそうそうで、ウイカさんは立ってパラパラパラって読んだ後に、その膝立ちにスッてなって、エモ犬の横にさ、その二人で、 切腹して斬首される人たちみたいな感じで、その、地面に二人で、二 <laughs> <ー>人で同じ向きに制度して座るじゃないですか。<laughs> で、あ、同じ向きは向いてないか。向かい、あ、でも最後同じ向きになるんだよ。そうね。そう。で、まあ、これはもうその深読みすぎて陰謀論だと思うけど、二、うん、人とも、その、上が、上真っ白の服着てるんですよ。ほ<ー>その、白、白装束というか、はい。その、だからもう、なんていうのかな、同じ、同じ立場で、その、 首切られますよみたいな同じ立場で腹切りますよみたいな絵面になってるんですよ。で、まあそれはまあ本当に言い過ぎかもしんないけど、うんうん、違う高さの目線だったところから、その同じ角度で、<ー>そう、同じ角度で同じ原稿を まあ途中からそのエモケンが髪を手に取って、それを二人で覗き込むんですけど、二、うん、人で正座し、しかもホテルの床だから、うん、そのホテルのカーペットの床だから、そのここに膝でつくような場所じゃないし。場所じゃないよ、場所じゃない。<laughs> そう、そこにそれどころじゃなくなっちゃって、うん、もう子供みたいに二人で膝で正座して座ってるっていうのがさ、うん、その前回のすげえでかい部屋で、<laughs> <laughs> すげえもう縦の長さでさえ、 そうそう,そうそ、まあ。縦はすごい長いね。横の長さの幅でさえすごいでかいテーブルで。 4分の1ぐらいの,の長さで成立するだろうぐらいの大きさの机で会議してるから、まあ会話も全然噛み合わないわけですよね。で、肌の接触とかも一切ないわけですよね。そんな距離だったから話が通じなかった二人が、もう肩と肩密着してるわけですよね。そうそうそう。で、もうそこにはもうハラスメントとかいう概念はもう何もないわけで、一緒にやりましょうってなって、もう同じチーム一心同体となってさ、 もう同じ罪人みたいな感じで座ってるわけですよ。そうなのよ。っていう時の、この二人の身のこなしの流れね。流れね。<laughs> この、<laughs> 池田さんエモケンさんとウイカさんの、この体の使い方がさ、結構もう舞台っていうかさ、そうね。そ身体で演技してるんですよっていうのがすげえわかる。ね、で、そのババさんは椅子に座ってるからちょっと遠くにいるし、で、覗き込んでるイチローもさ、 結局、ちょっと中腰にはなってるけど、結局立ってるんですよね。そう、だから当事者ではないんだよね、あそこそうそうそう。そで,うん、で、この二人、脚本家とプロデューサーの一心同体っぷりっていうのを、うん、結局、一郎は、その後ろからキョロキョロ、何が起きてるのみたいな顔で見てるだけで、この二人の世界なんですよね。そうなのよ。そこにものすごく美しいものを見てしまったんだよ、俺はいや。そう、だからこれは俺本当に素晴らしいシーンだなって思ったのは、<ー>その高野さんは中身的に思ったと思うんだけど、僕はもうこのね、撮り方の構図と、二人のはい、はい、 はい、2>, 2人のこう上半身下半身を使った足の演技ですね膝の演技ですね<ら>っていうとこがすげえなと思ったしそ,、うん、でそこから、まあ、ベタに夕日ですかねって言ったところでカットバックして、はいまあ、ある意味この2人の,そのプラトニックだしラブとは関係ないラブなわけですよねウイカさんとエモケンさんのうもう作品を作ろう 友情両思いっていうのが友情で「そうしとはい」っていう同じ方向を向いたラブが成立したところ、うんそうね、でカットバックしてもう本当にピュアピュアなラブストーリーになるんだけどでそこで川井由美ささんんんと岡田まさきさんが2人ででで夕日を見てるる後ろ姿にカッットバックするんですよね,そうだねでこれがさその作品をオンエアするっていうゴールをさ「うん、その太陽のように見てるの」の後ろ姿のそのエモケンとウイカさんともかぶるじゃないですか。そう っていうのも、何て言うのかなもう、構図うますぎっていうやつ。すぎ。よしやっとうん。その次の話、次回でいこう。俺、相当頑張ったよ、今。 そんな、そ、まあ、エモンの話で2話消費してしまいました。<laughs> エモンの話から岡田正輝の話に頑張って俺がブリッジしたのをちょっと褒めてほしいんですけど、はい。ありがとう。はい、次回ついに、岡田正輝くんの話をします、はい。よろしくお願いします。はい、えー、無限毎回は YouTube と Podcast で配信しております。はい、不適切にも程があるについて、えー、たくさん喋っていますので、はい、そこで頑張ってください。しお願いし続きます。ありがとうございました。ありがとうございました。 大島葬儀です。坂野湊です。無限前貸しとは映画ドラマや漫画小説などのフィクション、すなわち前かしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。不適切にも程があるというドラマの第7話の3本目の感想でございます。はいえー、第7話に来てですね、はいえー、我々のフォームがとても崩れています。はいえー、普通だったら、ま、大枠の話、みんなが興味ありそうな話をしてから、はい、だんだんディテールに入っていくという流れなんですけど、はいはい、我々がちょっとドラマに熱中するとですね、フォームが崩れて、はい 普通の人は気にしないところから話し始めるという悪い癖があります。これ、ま i v a n の時からかなり出ていた癖ではあるんですけれども、今回かなりフォーム崩しまして、エモケンというですね、みんながそこまで気にしないかなっていう、小ネタかなぐらいに思ってる脚本家の話を、 一時間するという。だって脚本家なんだもん、そうです。私も脚本家大好き人間ですから、ちょっとね、そこで消費してしまいましたけれども。まあね、あの、エモケンの行ってるバーがね。うん。お、行く。だ行くすいません、あの、いくらでも行けるから止めてくれ、止めてくれたんですよ、大島さんが前回ちょっと頑張ろうぜ、これは。頑張ろう。はい。え、エモケンとファスト様ゆうかさんが演じるプロデューサーがですね、ぐっと意気投合したところ、とカットバックしてですね、夕日の話で済む スムーズに、えー、岡田将生さ,さんとん子がですね江ノ島で見てる夕日という綺麗、はいえー、なカットに繋がるんですよね。はい で、みんながやっぱここですよ。岡田将生登場。え、直談判、直談判してですね。参加したというですね。のそうそうなんだ。え、そうらしいですよ。おさすがにちょっとこのドラマ、あの、前は美男が出てきすぎじゃねえかっていう気もするんですけれども、まあ、ゆとりですが何かの。まあそうね。え、岡田さんですから、マクドカンドラマには、あの、最近は、あの、すごくですね、フィットしてきている人でもありますけれども、まあ役柄としては、美容師ですね。ん。で、なぎさ。 中里依紗さんがですね、はいえー、自分のお母さんにあたる純子を残りの人生が短いというのが分かっている中で、まあ、謳歌してほしいという気持ちから、えー、なんか買ってあげるよみたいなことで,、うん、で服を、えー、どんどん着替えていくと、うん、全部可愛いじゃんみたいな、うん、てかそもそも髪やろうかみたいなことになって、うんえー、美容師さんのところに連れていく、うん、友達の美容師さんなのかななんか肝臓ながむきだったね。ね であのリモートワークしてくるわって言って、うん、スッといなくなってくれちゃうところから2人っきりになって若干こう恋が芽生えてしまうんですけども、うん、まあその流れとかもすごいスムーズでね、うん、でやっぱその僕はその彼がドラマについての話っていうのを、うん、その現代っ子ですみたいな感覚で喋ってるんだけど、うん、これは純子の人生の話をしてるよなって。 っていうところが脚本としてちょっと上手すぎて。うん、いやあ、あれ上手いねー。うん。現代一個として、まあ、罪なことではないとは思うんですよ。うん なんかそういう態度でドラマを鑑賞する人っていうのは全然いると思うから。いると思うし。うん。で、それ自体がいいことなのか悪いことなのかっていうのは、このドラマの今回の話のテーマとしてね、投げかけられてる部分でもある。伏線回収しなきゃダメですかっていう。あれの話も無限にできるからね。そうですね。いや、あえて、あえてやめた。七は無限にできるな。あえてやめたよ。あの、それは雑談会みたいなんでやろ。そうね。考察についてまあね。別に次の時時間ある時でもいいしね。そう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 。はいはいはい。わかるよわかるよ。ね、途中の1話だけ見て、 そそれれが好好ききななドドララママだっったらもううは好きなドラマですっていう、うん、ある意味、うん、これは我々世代の人たちからすると、うん、時間がないがゆえのすごいファスト的な感じでコンテンツを消費している態度みたいな、うん、すごい貧しい態度みたいな、うん、ふうに捉えられがちで批判されがちな鑑賞態度だと思うんですよ。うんうん、だけどそっちの方が豊かなんじゃないかという提案でもあると思うんですよね。うんうん いや全体を計算して、うん、伏線回収だということに喜ぶという態度が果たして本当に粋なな態度なのかという、うん、でそれはドラマに関してだけ話す時にはちょっとラチが開かない議論になると思うんですけど、うん、人生だと考えた時に、うん、全面的に伏線回収するような、うん、最後に100歳で全てを達成しましたみたいな、うん、人生がそうじゃない人生より価値があるかった みたいな話になってるわけですよね。それがすごいんだよな、うん、で、これは議論としてはスライドっていうか、あ,ね、ある意味論点ずらしのテクニックでもあると思うんですけど、ね、そのドラマの話ではないから、ね、途中から。まあねぇ。岡田さきさんが演じてるキャラは、ドラマの話として喋ってないっていう価値だと思うんですよ。そうだね。それによって、うん、あの、えっと、ドラマになってそうそう,そ,うそうそう。結果的にドラマになってるけど、 そう,そうね。そこはずれとして、ずらしのテクニックがめっちゃ上手いってことだと僕は思うんですけど、ね。まあね、でも俺、俺ね、ちょ、ちょ、ここもね、ちょっとね、その、当事者として、書いてる本に,てる本にめちゃめちゃ当事者だもんね。めちゃめちゃ当事者だから、<ー> <laughs> あれは、あの、肯定的に言ってたじゃんはい,は,いはい。その、えっ、ー、と、7、あの、途中が良ければっていう。うんうん、それ、本当裏返しもあって、うん。途中で良いと思ったらそれは良いドラマって、うん。言っていいよっていう、うん。 メッセージにも捉えられるし。そうだね。で、もう一つ、絶望としては、うん、そこが悪かったら悪いドラマっていう人だっているよっていうのも同時にあって、ねうん、もちろん。あれ本当裏表をこうポンと投げかけてる感覚があるんだよね。ねうんうん、あの、やっぱこの作品って常に 結論をつけないっていう感覚はあるの前は。なんかね、<う>俺も、それは言っていきたいんだよな。うん、俺もそうなんだよな、ね。その、うん、あの、決して、昭和親父の価値観によって令和が、うん、あの、その、なんかこう、感化されるみたいな、いま、うん、だにそういうこと言ってたら、なんか、評論家っぽい人が長い記事でそういうこと言ってたりするのを見て、うん、えって思っちゃったりしたんだけど。うん、いや、なかなかね、うん、そんなわけないと思うんだけどね、うん。そうそうそう。あくまでもやっぱその、検証するっていう、うん ものであって、その、うん、両方を平等にボンと出して、うん、はい、どっちですか、うん あなたはどっち、うん、話し合いましょうっていう、話だったと思うのですよ。し、まあ、平等でもないしね。うん、その、平等じゃなくていいってことだと思うんですよね。そのバイアスはめっちゃかかってるし、誰の目にもどうせバイアスはかかってるし、そうそうそう。それは一人一人のキャラクターが、平等にそれぞれの時代を価値観を背負ってるわけですら、全くないですからね。全くないから、うん。みんなずれてる。みんなめちゃくちゃ人間のバトルロワイヤルですから。っていう話だとは思うから、うん。で、それで上で俺はやっぱり押し付けの、 作品ではないなってすごい思うからこそ、うん。特に後半に来てそれは如実になってると思うんだよな、俺は。ねえ、だからやっぱ今回のあれは、そのドラマに対する姿勢っていうのは、一個切り取ったのは、それが、そこが良ければいいドラマだと思うんですって、そのドラマ論においても、あの一言だけで、その、じゃあその逆パターンもあるってことだよねとか、えっと、なんかいろいろ考えるものがあったし、俺は、 まあ、でも、でも俺こういう話すると別に感想は何でもいい。ただ、あの、SNS にち無茶苦茶なことだけは書かないでっていうのにたどり着くんだけど。いや、そう、だから思うことと、その過剰に、その、一部分をあんまりボキャブラリーを頑張らないで発信することっていうことは全く違うぞって。そう、全く違う。し思うから、だからその前半に、そう、そのね、おじさんがエゴサーチをしてショックを受けるっていう描写自体は、 なんかね、ドラマとか、あと芸人さんのトークとかでも含めて、うん、テレビでちょっとあまりにもこすられてきた題材だなとは、まあ思うんですけど、そこは、あ、感想を持っちゃうことと、感想を発信しちゃうこと、うんで、そしてそれに作り手が影響を受けてしまうという不幸のサイクルみたいなことは、ちょっとだけ触れられてたっていうのも、まあ誠実だなと思いましたよね。そう、しかもなんか意味があったと思う、うん、やっぱり。でも、そこをことさらにやらない、うん そのやっぱり SNS が悪いっていうふうには言わないあたり、うん、あそう、それ全然言ってなかったね今回ねたん言いがちだけどねドラマはね言いがちでしょ、うん、でもそれに言わないでそう意外と言ってないんだよね今回そうっていうところに何、うん、かこう本当に、うん、こに作り手のもしかしたら葛藤だったのかもしれないけど、うん、全部やった上で、うん、さあどうだ っていう、そうだね。風なのも見えたなっていうのは言いたかった。それだけそれだけ。いや、わかるわかる。だからそこが、こう、ずれながら複合的に重なり合ってるっていうのが、テーマとしてすごい上手くて、いいよねドラマ論でもあるし、人生論でもあるっていうのが、どっちが、なんか、あの、なんていうのかな、このドラマ今回の回全体のテーマと、フィットした解釈をすると、伏線回収っていうことで言うと、同じ結論が出ると、めちゃくちゃ綺麗だと思うんですよ。 うんそのドラマ論と人生論が同じ結論になるとなんかトリプルアクセルみたいな感じになると思うんですよ。でドラマ論で言うと、えー、例えばじゃあ岡田将生さんが言ったセリフ一個でも好きな回があればそれは好きなドラマでいいと思うんです」っていうドラマ論とその人生の、えー、一瞬でも輝いていればそれは素晴らしい人生ですって人生に置き換えるとそうなるじゃないですか。それれが完全ににとしか読み取なない解釈になる ワンシーンとか一セリフみたいなのがあってバンってこの7話が閉まったとしたらんか見せかけの芸術点はめっちゃ上がると思うんですよ。ああいはいはいい、そういうことね見せかけの芸術点も上がるよ。そう。でそれが回収しなきゃダメですかっていうことの回収めっちゃしたパターンだと思うんですよ。でもそうじゃないかもねっていう可能性を残す回だとするんであればあの岡田将生さんが言ったドラマの発言の中に 完璧にいいこと感じゃない感じを出すべきだ。<laughs> っていうのがあったから、あの言い方になってると思うんですよ。そう、だから、なんだこいつ感あったじゃないですか、ちょっと。そうなんだよ。そこがね、そう。すごいよね。そう。で、そこのズレうん。そこを気持ちよくさせてくれないそういうことね。っていうのが、俺は、えっと、第7話の1本目の感想で最初に言った、ちょっとわかんない部分とかも1週目はあったっていう話になってくるんですけど、そこをずらしたっていうのが回収しなきゃダメですかっていうことのタイトルの意味だと俺は思った。わかるなだからすごいんだよな落ちすぎてない。落ちすぎてないし、 落ちすぎてないよね。落ちすぎてないだよで、いや、でもね、あの、なんかこう、そこに至るまでのガイドラインは、本当に丁寧だなと思うけど、ハイコンテクストだなとも同時に思った。そう。いや、そう、ハイコンテクストだよ、今回は。まずさ、ローマの休日を全部見て理解してないと、この話わかんないよ、まず。そうだよね、まずね。ちょっと一応説明はしてくれてたけどね、うん、そうそう。でも、 なんかそのまあ、まさにエモケンがやたら、ね、ローマの休日の話、ねうん、でもああそういうのあるんだよな俺もそうなりつつもあるもん,んあのやっぱ昔の名作の一本の話をずっとし続けるっていう、うん、あでもでも名作ってそうやって継承されていくものだからいいと思うけど、ね、そうそうそうなんかやっぱあのあくまでも、うん、こう純子と、うん、その岡田将く君のあの二人は、うん、ローマの休日なんだよ っていうのを、ある種もう最初にネタバレしちゃってるわけよ。そうだね。あれがね、結構こう、親切だったし、うんうん、あれがないとまた伝わらないなって思ったんだろうなとも思った。うん,うん、うん。あれがあることによって、あの、あれがあることによってさ、うん、そっか、これローマの休日なんだって思いながら、うんうん、俺も見てたから、うん、その、岡田正生くんとその純子の関係は、俺はなんか、 いいものとして最後見終えられたわけ。でもそこにローマの休日っていうガイドラインがなかったら、うん、え、どういうこととか、そうだね。岡田将生君ちょっと騙されちゃったってことみたいに思っちゃったり、そうだね。した可能性もあったかもしれないけど、やっぱあの、刹那の恋、うん、それが永遠に続くとかじゃないからこそいいんだっていう。そうだね。そしてそれがその後の人生に、うん やっぱキラッと光るものがその一瞬もらえたんだっていうことの素晴らしさっていうのがローマの休日なわけじゃん。っていうのをやったから丁寧だったけどローマの休日知らないと分かんないしっていうのがハイコンテクスト丁寧なのにハイコンテクストっていう。なんとなく覚えてるから乗れたけどそれ分かってないで見るしかない人もいっぱいいるよな。 って思うよねそうそう、だから親切なんだか親切じゃないんだかみたいな。そうだね。とこだったけど、だからよかった。 俺はもう全部良かった。だからその、ロ屋ヤっていうことを無理やり出すわけじゃないですか。ローマとの掛け言葉のためだけにロ屋ヤに無理やり剛腕で持ってくわけじゃないですか。すごいよね。あれ天才だと思ったラスト15分くらいで、そんなわけねえだろっていう方向に話がギュンギュン進んでいくわけですよね。で、まあ突っ込みの頃はとにかく満載なんですけど、それはいやいや、ローマの休日をローヤの休日っていうところに持っていきたいからやってますよっていう、まあ大ボケ大ボケ ボケなわけです,よ、ね、すごいあれ技術極まってるよね。もクドカンだからってみんなが分かってて見てる上でのボケでもあると思うんだよねそれは。普通の脚本家がやったらいや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 冷めたわとか言われちゃう可能性もあるわけで <laughs> あ,るあるだからそ,うで、まあ、そもそもツッコミどころとしては「そのえ本当に携帯に全部入ってるかね?」とかさ「え終わったってなんなくね?」っていうかとかさ「連絡する手段なん,かなんやかんやあるだろう」とかさその荷物とか。 その置いてくんでとか身元の紙とか書いて行けば別に大丈夫でしょうとかさあるまあまあね、うん、でもまあそこにやっぱあの純子の、うん、その凶暴性ね、えっと、そう凶暴性が重なってるからっていうのが一個理由にはなってるけどねそうだよねっていうのと、うん、ここの伏線はあるなと思ったのは、えっと、多分2話だったかな、うんえっと、その携帯スマホに全部入ってるんだねなくしたら大変だねっていうセリフが。うん 一郎のセリフでありましたよね。あるある。で、それでも、あの、一郎さんは、うん、逆にこう、お守り袋みたいな。小袋に全部入れてるて。ちょっと入れてるていう。アナログな持ち方をしてるっていう。うん、あ、なくしたら大変だねって、あ、本当に思ってたんだ。うん、やよ揶じゃなかったんだ。うん、っていうことがわかるシーンがありましたけど、うん、いや、携帯に全部入れてたら本当に大変なんだっていうことを描くっていう。うん、ある意味、伏線回収をやってますせを、なんか、これ見逃しに見せてるっていう部分でもあると思うんですよ、ねうん。あ、そういうところもある、ね、っていうところもあると思う。 で、まあ、あと、その <laughs>、捕まるかねっていうのもあるし。<laughs> ま、そこは噛みついたからだよ、やっぱ <laughs> ね。でもそれもさ、本当にさ、ダジャレのために牢屋に持っていくためにやってるわけじゃないですか。<laughs> それすごいよね。で、それでまた異常だよ、これ。いつもいつも俺セットの話しちゃうけどさ、うん、あのためだけに牢屋の、そう、セット。そんなにリアリティのない牢屋のセットね。<laughs> え、どうだと思うあれえ。俺はあんまないと思うけどな。あの、え、捕まったことあるね、ないけど。<laughs> <laughs> い<や> <laughs> ないけど、かなり簡易的な感じがしたけどな。あれ、だから、竜、竜置室とかだとああなるっていう。うん、でもなんかコントチックというかさ。まあでもそうだね、そうとも取れる、ね。そう、コントセットっぽいっていうかさ。うんうん、で、あの、キスしてるところになるとさ、もうその照明がさ、もう太陽の光で、もう真っ白な光が当たってるんですよね。<laughs> そうなね。だからもうこれは嘘でーすみたいな。はいはいはい。ダジャレのための嘘,の嘘でーすみたいな。 感じがあって、もうファンタジックに見せてるなっていうあの光量に笑っちゃったな。いやだか光りすぎだろあそこ。ロマンチックだったよ。<laughs> そうでそのこの絵を見せたいんだいみたいなのもあるね。そう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 。うん。あそこはもう素晴らしいなと思ったし、うん、リアリティとかじゃねえしっていうことだし、うんこのキャラクターが出てくることの意味っていうのもすごい。 うんなんていうのかな余計なこと言う人でもあるわけじゃないですかある意味だけどその一瞬の恋っていうのも彼がそなんていうのかななんで純子が彼を好きになったかっていうのもまあ明確には描いてないしそうねなんならさ俺意外だったのが、うん、あここであのその渚とつながってるけど渚ちゃんが どこまでそのなんか仕組んだというか、勘とか明かさなかったじゃん、うん、そうね、イケメンのところに連れてってあげるっていうニュアンスが、渚側にあったかどうかっていうのはよくわかんないですよね。俺なんならちょっと、渚が、うん、 ちょっとデートしてあげてくんないとか、頼んだ可能性すらちょっと思ってた<ー>夢見させてあげるじゃないけど。そうそうそう。確かにね。あ、で、ね、もしかしたらその回収じゃないけど、うん、次以降あるかもしれないけど、うん、少なくともこの場ではやらなかったし、うん、やらなくてもいいよね。やらなくてもいいし、最後にちゃんと、うん、あの、岡田将樹が知らないですって言ったんだよね、その事情を。っていうことは、 まあ、あの、どっちとも撮れるけどね。例えば、じゅんこちゃんがいるから、知らないっていうことにしてあげた、かっこいいやつとも撮れるし、本当に知らなくて、そこだよ一瞬の恋を、<ー>本当に本人もそのつもりだったでも、それが面白いよね。ね、どっちにも撮れるんだよ。うん、これもいいんだよね。で、このドラマ全体に言えることとして、うん、誰が何をどこまで知ってるかっていうのを、すごい隠すんですよね。うんうん、で、えっと、ジ子が、もう自分の未来を知って、 言ってるるんじゃないかとも思えるわけですよ聞こえてるっぽいなっていうところも結構今回あってそうねだ,、うん、だって実際イチローがそう気づいちゃってたから勘がよくて「うん、あ気づいてたんだこの人ワンテンポ早く」っていうのも出してて、ね、勘のいい親子っていうことで考えるとまあありえるんだよねっていうのもあるし、ね、その一方で「彼女とかはいるんですか?」みたいな。うん その、この出会いで、ね、付き合って長く一緒にいるってことはないって分かった上で、今だけ恋人でいいですかをやろうとしたわけだよね、純子はね。そうなんだよ。でもそしたら、いるんだよね。そう。岡田将生さんの方には。うん、で、その嘘はつかないっていう。そうなんだよ。で、純子側、ましてや、二人、彼氏てっていう、<laughs> その、お互いの好感度を上げようとする嘘みたいなのはつかず、もう腹割ってるんだよね、この二人は。この超短時間で。 なんだろうね、あれをさ、うん、美しく最後まで描いたのが、うん、俺良かったと思う。そうね。あれはなんかこう、身も蓋もない裏側とか、ちゃんちゃんみたいな、図工みたいなオチまで、うん、この人間関係だけは持ってかないっていう。そうな。最近の若者って、うん、なんか不思議ですよね、みたいな感じとか、うんうん、こういうのもありじゃないですか、うん、みたいな。 すら全くしないこっち見ないっていうね。こっち見ないんだよ。も <laughs> は、岡田さんがめっちゃクズでした。とかもないし。そう,そう、うん、な,ないんだよ。うん、あれはね。ねで、最終的にはさ、その、エマを書くっていうのがさ、うん、エマを買ったせいでお金がなくなっちゃったわけだけど、うん、そのエマがモチベーションになって、順子が勉強し始めるわけじゃないですか、ね。そうね。っていうことで背中を押してるっていうこともあるしあるし。ことで、ちょっとだけ現在に、あの、過去につながるっていうね。うん,うん。こともあっての、ムッチ先輩が、 無駄にこっちに来ちゃうっていう <laughs>。あ、あと、あれ、写真が消えてるのもよかったね。あれねねそう、あ、でも、あったのか。そう、未来にはあるんだね。そうなんだよね。で、なぎ、なぎさの方にはあるんだけど、過去の方の、そ<う>には消えてるっていう、ね。そう,そう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 。うん。あの感じもいいよね。写真で二人ともちょっと変な顔してるってう。あ、そう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 いいし。自撮り、自撮りの写真って。 こんななな感じにりそううだよっていリリアティもあるしでまたさ岡田将くんじゃないとっていうところもさ思ったのは途中のねやっぱね見た目がどんずばんあの歌あああれもなあれもね俺ねいい足出してると思ってそもそもねだって栄さんとあの先生中島あゆむさんかなこれあそうかそうだよねなんかさこの昨今さやっぱルッキズムという言葉とかがあのすごい 大きく取り沙汰されるようになったことによって。はいはいはい、有名になった言葉ですね。有名になったじゃない正しく使われてるかは別として有名になった言葉、うん。有名になった言葉の中でさ、ってはい、やっぱでも、言うて、うん、見た目がドンツバっていうパターンあるぜっていう。で、あれ、その純子と岡田将生くんのあの二人は、うん、岡田将生くんのあのルック、ルックスに説得力がないと、うん <laughs> うん 俺、成立しないと思ってんの。そうだね。俺、その布石としても最初の方にあの歌あったと思ってんだよね。そうだね。あの、一瞬の刹那の恋に、あの、あれがあった。ああ、なるほどね。そう。ああ、そうね。そうそう。一瞬の刹那の恋だからこそ、岡田将生レベルの、いや、こんなかっけえ美容師から、一緒にスカイツリー行かないって言われたら、絶対行くし、そうね。恋にもなるわっていう、そうね。感じでもそれで。 一瞬だからいいっていうのが、そこも良かったね。俺の中で。その作品としてね。そうだね。ちょっと気になるのは、その、坂井さんが社会学者なのに、結構言葉間違いすぎっていう問題はちょっとだけあって。だからそれさ、それは今やめとこやめとく絶対なんかあるよ、坂井さん。わあ、俺ちょっとそこ甘い可能性もちょっとあるに。いやー、だって、あの。じゃ逆に言うとだよ。坂井さんだけ妙に甘くないって思えるよ、俺。 そう。で、それが、ミスなんだとしたら、うん、まあちょっと下がるなっていう感じはあって。あ、まあ、だからやっぱそれはちょっと最後にとっとこうよ。そうね。坂井さんの発言で、うん。あれえあれだっ,てっていうその、ズッキーのこと知らないことが俺まだね、ちょっとね、伏線としてね、まだね、ちょっと解消されてないのよ、俺は。だってさ、ずっと作中でも、うん、あの、坂井さんのことを不思議に思ってくださいっていうのを今回やったからね。うん、だって三宅さんは、 あ,あいつ帰ってくるんですかねって言ったじゃん。そうか。ああいうことで、いや、坂井さんの存在は、今ちょっと不思議ですよっていうのを、そう,そうか、そうか。結構毎回ね、意図的にやってるんだなって、か今回意図してやったから。本当はさ、フェミニズム社会学者じゃない可能性あるよね。いや、そうだんだよ。そこまであるから。不勉強女子の可能性あるよね。まだ言っちゃう。 わかった。まあ、だからこれは。えっと、じゃあ、スパさんのミスとしてじゃなくて、言うと、うんうん、そのルッキズムっていうのは、うん、その一人の人が一人の人を好きになるときの基準の話ではないんですよ。ないよね。の世の中で、うん、社会全体とか、うん、その、えっ、ー、と、企業が人を採用するときにとか、そうん。っていう、その、た、た、多数が多数を進化するものなんですけど、そう,そうそう。なので、一人の人が一人の人を好きになるときに、ルッキズムという言葉はあんまり適さないんですけど、そう。 ね。で、なんだけど。だけど、うん、その、そうだよね。そのルッキズムということは良くないのではないか。<う>外見市場主義によって全てが審査されるのは良くないのではないか。うん、というのが、まあ、ルッキズムという言葉が今使われている理由なんだけれども。うん、そんなものとは、その個人の人を選ぶ選択は関係ねえだろ。そうっていう基準で動いてるのが坂井さんであり、うん、えー、今回の岡田正樹さんと、うん ジュンコがめちゃくちゃ早くキュて近づいたのは、うん、いや、彼がイケメンだったからっていうのはあるでしょそうそうそう。で、その恋愛のモチベーション自体を、いや、でも、イケメンとだったら恋の話別に感動できないよな、とかって思わなくても別にいいんじゃない、うん、思っても別にいいけどさ、うん、っていうことで、その恋愛感情の自由さの肯定っていうことですよね。そう。っていうことを、 えー、や、やってる、こう、二つの線としてあったんじゃないかなというのはすごい思いますね。だからそこも、俺、なんか、そこのガイドラインというか、そこも、を考えた上でやってますっていうのもう、ね、良よかったんだよな。で、まあ、<て>その俳優論が僕は好きなので、最後ちょっとだけ言うと、<ー>その岡田将生論っていうのを僕はすごい言いたくて、<ー>岡田将生さ,さんはなぜブレイクしたかっていうのを知ってます、うんわかんない。岡田将生さん最初に認識したのな、逆に。あれえー、でも最初最初。 言われるとちょっとわかんないよ最初はね、僕が中1か中2ぐらいの、あ、中2か。 の時の花盛りの君たちイケメンパラダイスの。そうか、あれか関目っていう。関目ねヘタレのキャラクター。うわ、めっちゃ思い出した、今、バーンっつって。そう、めっちゃイケメンなのに、周りがもう水島ヒロとか、白田優とかだから。てか、イケメンパラダイスってすごいドラマだったよね。あれあれやすごいドラマだった。い。いドラマだあれやばい。すごいドラマだっい。い。すごいドあの時期のあの辺のドラマめっちゃ変だから、その話もしたいんですけど。で、その後に2010年ぐらいに、えっとね、告白っていう映画で、 ウェルテルっていうですね、松か子さん主演の、あの、学校の先生で、熱血なのにすげえ的外れな先生。そうだよね。あれあったあった。で、それとほぼ同じ時に公開された、悪人っていう映画で、で、三島ひかりさんを、あの、車の外に蹴飛ばして、結果的に殺してしまうという、わかるわかる。役をやったんですよ。わかるよ。だから、あそこで、俺も、あれって思った。そう。かっこいいのに、そのイケメン主演俳優みたいなルートから、 完全に、その、東宝の2作品かな。河村元気プロデューサーのね、感じのあれですけど。で、完全にそのイケメン主演ルートから、めちゃくちゃ若くして外れたんですよ。そうだね。そう。異常、正直。キャリアの選び方として。だから、もうその後彼がどんな役をやり続けてるかっていうと、顔はとにかくいい。誰がどう見てもスタイルのいい、爽やかで、もう、違和感も嫌悪感も何も催さない、超美男なんだけど、中身にどこか、 ずれがある人をやってるんですよ。な,なるほどね。ずっとその役しかやってない。本当だ。最初から最後まで、もう最初からその役しかやってないし、うも,うん、もう大ヒット作2本で、それの役をやってから、もう、もう中身もかっけえみたいな役ほぼやってない。っていう人を当ててるっていうことにもすごく、まあ彼が志願したっていうこともそうなんだけど、うん、だから彼にその中身としての人間性があったっていう、 役じゃないと思っていいってことだと思うんですよね。はいはい,はい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 。そう、実際まあ、江ノ島で絶景を見せてくれたわけだけど、うん、それ以外に別にそこまで彼女にとって特別ないいことをしてくれたわけじゃなくて、イケメンという記号としてしか機能してない人。で、自己認識もそうでありそうな人。っていう、ちょっと卑屈っぽい可能性もある人。っていう岡田将生さ,さんのパグリッパブリックイメージがめっちゃハマってるなぁ。<laughs> わかる。だからそこも含めて、だから別のイケメンではいけなかったってことだよね。あんま良くないと思う。なんか別の、あの、感情になってる可能性あったよね。そう。俺もわ<な>かるよ。中身もかっこいい可能性のある役をやってきてる人だとダメだと思うんだよわ、うん、かるな。なんか岡田将生くん確かに、ちょっと信用できない感じの、役をやってる感じはあるし、俺もそういうイメージを持っちゃってた。そう。そう めっちゃ綺麗で精錬潔白みたいな、そ<う>誰が言ってもアイドル的なかっこいい人っていう感じない。うんうんうん、そう。うん、で、それがなんか演技派だからそうなったとかじゃなくて、最初からその役だけ選んでるからそうなってるんですよ。これ変な人なんですよ、<laughs> そのキャリアとして。変な人なのかもね。<laughs> そうそうそう。まあ、本人が変な人の可能性あるね。本人のエピソードとかもすげえなんか面白いエピソード多いから、そうか変わった人なんだとは思うんですけど、 そこがね、しっくりきてて、だからドラマファンとか映画ファンとかは、あのここに岡田将生さんが出てきてることに何の違和感もなかったっていうのが、<laughs> いいな<の>今回の完成度に寄与してるなってすごい思いますね。だと思うわ、うん。作り物っぽいんだけど、中身はなんか、 なんか人間なんだろうな、こいつっていう。うん <laughs> なんか、イケメンの着ぐるみ着てる普通の人みたいな感じなんですよね。あー、ちょっとね。そう,そうそうそう。でも、もっと悪いもの持ってそうな。悪いものって時もあるし、あ,るよあのね、ダメなものっていう時もある。はいはい、ダメな。そうそうそう,そう。ヘナチョコ野郎っていう。うその必要以上にヘナチョコ野郎の中身の時もあるから。わかるなそう。それがクドカンドラマにもすごいぴったりだしね。本当だわ。っていうね。 はい。っていう、すごい良い7話だったと俺は思うんで、ね。俺も7話ね、なんかね、こう、ジーンと残る。うん、毎回すごいよね。毎回さ、その、うん、あれこれ何話だったっけってなんないっていう。なんないよ。<laughs> あれは5話だ。あれは6話だって、うん、覚えてるからね、ちゃんとね。うん、俺、不適切にモドガールの話を今後するとき、うん、最初に思い出すのもしかしたら7話かもって思う。ああ、そうだね。っていう感じの7話。 んド,ドラマそういういのあるんだよな,なんかさ、見た直後だと、もっと衝撃的だったもの、うん、もっとっていうか衝撃で言ったら、うん、ドーンって来るものとかって1話、2話とかにあったと思うけど、なんか時間が経つにつれて、うん、パッと思い出すのってこのままかもみたいな。そういうのあるね。うん,うん。あるじゃないですか。ううまあもちろん背広の回も素晴らしいんだけどね。うんうん、そうね。木更津キャッツアイもね、6話が神回なんですよ。あ、そうな 中盤の抜けてきて視聴率めちゃめちゃ下がるところに神回を置くみたいな。そうね。技はね、もう当然やってくるんだよね。いや良かったですね、7話も。というわけで、え、エモキャンの話で終わるかと思いきや、一応ちゃんとした話ができましたので、え、許してくださいというわけで、え、不適切に報道があるの話引き続きやっていきますし、1話からこんぐらいの話をずっとしてますので、え、まだの方はさかのぼって聞いてみてください。以上、おしまいすおきでした。中野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。